皆さんこんにちは、部長です。今日はですね、機関車トーマス好きなキャラクタートップ5に続いて、今回は、機関車トーマス CG キャラクターで復活してほしいキャラクタートップ5を上げていきたいと思います。はい、まあそんな感じなんですけど、まずトップ5で、復活してほしいキャラクタートップ5、まず5位はこのキャラクターでございます。じゃじゃん、ファーガスでございます。なぜファーガス、CG に復活してほしいかというと、ファーガスは第7シーズンのみ登場した、ノースウェスタン鉄道唯一の鉄道牽引車であって、まあ、ちょっと、まあ、規則に、まあ、厳しい機関車なんですけど、やっぱりビルとベンが、まあ、いたずらした時になんか、あとディーゼルとかなんかきちんとやるとか、結構もうすごい、まあ、口うるさい部分、まあ、あるんですけど、やっぱりファーガスは、まあ、悪いことがあったら、まあ、注意する点もあって、やはり、まあ、トラブルを起こしてほしくないためでもあって、まあ、仲間たちに、まあ、教えてあげてますね。まあ、ファーガスはやっぱり CG に復活してほしいキャラクターとしては5位ですね。第4位のキャラクターはこのキャラクターです。じゃじゃん、マードックでございます。マードックは第7シーズンから第12シーズンまで登場したキャラクターなんですけど、9、10シーズンのみ登場してなくて、まあ、それ以外は登場したんですけど、やはりマードックは、まあ、ゴードンより、まあ、とても大きい機関車であって、ドーディンが10個ついたキャラクターでもあって、まあ、すごい貨車とか10台引けますし、とても力持ちの、まあ、単性車付きの機関車であって、で、マードックは、まあ、すごい静けさが好きで、あんまりうるさく喋られると、まあ、すぐ怒ってしまうタイプであるんですけど、マードックはね、まあ、基本的には優しくて、やっぱりみんなのことを、まあ、助言してくれるキャラクターでもあって、まあ、12シーズンでは登場したんですけど、まあ、13シーズンはフル CG で登場することなかったの。残念ながら登場しなかったんでね、まあ、フル CG 版としても、やっぱり復活してほしいキャラクターだなっていうふうに思い、マードックを4位にしました。そして第3位のキャラクターはこのキャラクターです。じゃじゃん、デュークでございます。デュークは第4シーズンのみ登場したおじさんポッポ機関車なんですけど、まあ、デュークもね、まあ、仲間思いもあって、やはり、まあ、サンハンデルとピーターサムとは、まあ、面識があるキャラクターでもあって、まあこうし、まあ、デュークは粗動公爵閣下の機関車でもありますし、まあ、やはり、まあ、CG にも登場してほしかったんですけど、まあ、当初は第15シーズンで復活する予定だったんですけど、まあ、結局まあ、登場が見送られてしまったっていうことでもあって、やはりデューク復活し、鉱山鉄道の中で復活してほしいキャラクターが、まあ、かなり多いっていうのもあって、デュークはねフル CG でもね登場してほしかったキャラクターでございます。第2位のキャラクターはこちらです。じゃじゃん、ディーゼル機関車のボコでございます。なぜボコ第2位にしたかというと、やはりディーゼル機関車で、まあ、第2シーズンだとボコ以外全員 CG 化されていて、なぜかボコが CG 化されないというのが、まあ、ちょっと不思議に思いますし、ボコは、まあ、貸し出し用のディーゼル機関車でもあって、やはりビレとベンのいたずらを止められるのもエドワーだけなくて、やっぱりボコでもあって、やはり喋り方もすごいいいですし、まあ、とても、まあ、親切で優しいディーゼル機関車で、まあ、仕事を頼まれても嫌がらずに、まあ、熱心に取り組む姿っていうのが本当に、僕の真面目なところでもあって、フル CG シリーズでも登場してほしいキャラクターでもありますね。復活してほしいキャラクター第1位はこのキャラクターです。じゃじゃん。ソド建設会社のクレーンのケリーでございます。なぜ僕ケリーを1位にしたかっていうと、僕はまあ、ソド重機の中でケリーが一番好きなキャラクターでもあって、まあ、ケリーの特徴としては、やはり顔立ちがすごいイケメンでもありまして、まあ、とてもまあ、紳士で優しい性格でもあって、やはり失敗した仲間をまあ、フォローし合ったり、やはりまあ、お互い改善させたりとかね。まあ、ケリーはね、ソド重機に欠かせないキャラクターでもあり、
ありましたし、まあ CG に登場してほしかったキャラクターでもあって、まあ CG、まあ CG に戻った時はね、ケリーはぜひ復活してほしいキャラクターでもありますね。はい、まあそんな感じです。機関車トーマス CG で復活してほしいキャラクタートップ5を上げてみた結果なんですけど、で5位がファーガス、4位マードック、3位デューク、2位ボコ、そして1位がダントツケリーでした。はい、まあそんな感じで、まあトーマスがね、まあ 2D とかね不評が多いですけど、やはりいつか CG に戻れたらいいなっていうふうに思いますね。はい、そんな感じです。皆さんは、機関車トーマス、模型か CG か 2D どちらが好きですか？もしよかったら、復活してほしいキャラクター、コメント欄でもぜひぜひ、書いてみてはいかがでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。